こんにちは、トラブルフェンサー北斎です。今日は石川県七尾市に来ております。今日はここで弓道体験をさせていただきたいと思って来させていただきました。本日弓道を教えていただく香里先生にご登場していただきます。オラオラオラ今日弓道を教えてくださる香里先生は金沢アドベンチャーズの YouTube チャンネルで「アレと香里のデコボコ金沢冒険旅行」と題し、日本文化から観光アクティビティまでさまざまな挑戦をしています。日本語はもちろん英語、スペイン語も配信しており、超グローバルなチャンネルなのです。先日はお二人のチャンネルでフェンシングを体験してもらいました。かっこいい姿を概要欄からぜひチェックしてみてください。そして今日はアレさんも来てくださっています。ほらほら、今日は多分大変です。なかなかできないと思います。本当ですか？アレも一回やったんだよね。あ、香里先生厳しいからいや、僕本当に弓道をしたことがないですし、弓道っていうのがどういうものかも全くわからないので、一から香里先生には教えていただきたいなと思ってますので、はい、じゃあ頑張ってついてきてください。頑張りましょう。はい、頑張ります。チェンジ。はい、というわけで今から弓道体験していきます。最近はこういったものを使うんですけど、この竹弓、この竹弓っていうのもありますけど、これがカーボンだったりグラスファイバーでできてる弓っていうのが、まあ一般的にはよく使われています。で、鶴は自然のものと化学繊維を混ぜ合わせてこう作ってあるんですけど、これも自分たちでこの弓に合わせてメンテナンスします。で、この羽は本物の鳥の羽です。で、これは七面鳥の羽なんですけど、もっと高いものになったら鷹だとかワシだとか猛禽類の羽を使うことっていうのがあります。くらくらい、これはそんな高くないので1本4000円ぐらいですけど、それでも4000円、もうずっと使います。これ私の高校の時の矢ですけど、はい、まだ使えます。すご、一回買えば、大事に使えば一生の。これが鹿の皮でできてます。で、ここが掛け溝っていう溝、このほんの5ミリあるかないかぐらいの溝に引っ掛けてるだけなんです。指でその鶴だとか矢っていうのを実は持ってなくって、で、ここからこう離れを出すっていうのが一番皆さん苦労されるところです。一連で弾いてるように見えるんですけど、8つのパーツに分かれます。動きに名前がついています。シャフォー8節って言うんですけど、これがちょっとまず覚えてないと実はいけない。足踏み、胴作り、湯構え、打ち起こし、引き分け、回、離れ、斬新、この8つをまずは覚えていきたいと思います。じゃあ今から北斎さんにもシャフォー8節を教えて、どんどん弓道陣になってってもらおうと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ここからみっちり2時間くらい射法8節の動きを学びました。弓を射る前にこの動きは弓道の基本中の基本だそうです。これがなかなか覚えられなくて、せっかくある程度覚えたと思ったらランチを食べちゃうと忘れちゃうんですよね。根気強く教えてくださった香里先生、ありがとうございます。胴作りっていうのは見た目は実は何も変わりません。体をすごく安定させる、地面をしっかり踏みしめる、厳しい
ところになると後ろから押されたりしてこう倒れないかどうかっていうのをチェックされたり。難しいの。そう、難しいんですよ。もっと大半ですね。こんな感じです。もう一度押してみますね。はい。お、さっきよりも。いや、でもきついな。ちょっと足踏みが狭いかもしれない。あ、そういうことです。お、なるほど。動かなくなりました。そういうことです。これ初心者のアイテムで、はい、ゴム球っていうゴムでできた弓を模したものです。これをやるとだんだん弓道っぽくなっていきます。人差し指は使わないので伸ばします。小指はここにギリギリかかるかどうかぐらいのなので、 あまり握り込んではいけないんです。なるほど。で、肝心なのがこう頑張って弓を押しているとここがだんだん潰れてくるんですね。こうなったらダメです、はい、絶対当たりません。必ずどんなに力を込めて押してもこの手のひらのここには空間ができるように、まるで卵を握るように言われるんですけど、フェンシングもこの剣握るときここに卵を握るような感覚できるので、なるほど、似てるの。似てますね。はい、離れ。そうです。今から本物の指を使ってすびきをやっていきます、はい、だんだん弓道っぽくなってきますよ、はい。ついに矢を持って、はい、放つ練習を少しずつ距離を離しながらやっていこうかなと思います。ちゃんとはまるように矢はできてます、はい、で最初はあまりちゃんと引かずにこれぐらいから始めましょう、はい、60センチぐらい引いて離すっていうのをすごい少しずつ距離を伸ばしながらやって、分かりました。この矢と弓の使い方っていうのを慣れていきます。はい、はい。一番難しいのはこの弓を引っ掛けるところなんですけど、これが全然引っ掛からない。
的以外を狙っとる。はい、ということで僕の弓道体験が終わりました。香織先生ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。とっても上手でしたよ。ありがとうございます。じゃ早速なんですけど、はい、今からフェンシング対弓道をやっていきたいと思います。、はい